4月28日新木場 YMG 対藤田プロレススクールの対戦カードを決めたりなんかする番組。よっしゃしまったらしく、ちょっと着くのが開始時間ぐらいにあの駅に着くということで何かを間違えたのか何かを間違えたのか、もうすでにこっちが買ったんです、ね、買ったようなもんですよこれは。いやまあそうですね、違う、ね、いやそうじゃなく、でもあのまだ我々がいますから、我々がだから京都が来るまでに、ちょっとなんとかつなぎたいと思いますね。ちょっとここはそれで、あのなんとか手打ちとしていただいて、早速なんかつないでよ。なんかつないじゃっていいですか？そしたらですね、どんどんつないじゃって。はい、じゃあ先ほども言いましたが、私千葉で、最も熱い男と勝手に言ってまして、なんと、千葉プロレス 2AW のですね、4月にですね、あ、ごめんなさい、あれですね、4月に、千葉でビッグショーを行います。ここで私今、この2AW のベルト、タッグベルトを持ってるんですけど、ここで、防衛戦がございますので、ぜひぜひ皆さんこちらよろしくお願いします。みんな大好きマシモンも出ますのでよろしくお願いいたします。そしてですね、まだあるんですけど、すいませんありがとうございます。プロレス千葉祭りというのをですね、ゴールデンウィークに2AW 開催しまして、4月の29、30、そして、2日空きまして5月の3日から7日まで、7連戦、2AW スクエアという千葉の、道場でしますので、ぜひこちらよろしくお願いします。で、結構 YMG さんに馴染みのある、30日はですね、うちの大将である藤田教頭が出ます。そして3日はですね、下村さんと下村大樹さんと、よく X として扱われている人が出ます。で、大樹も出るんだ。はい、大樹さん出ますので、ぜひぜひ。どうしよう決まった、揺らいでる。4日はですね、確か、浦野さんと出ますので、ぜひぜひこちらもよろしくお願いします。結構 YMG さん馴染みある方がいっぱい出ますので、ぜひこのプロレス千葉祭り来てください、よろしくお願いします。ユーマさんは YMG 側だから今実質4対1って。え、YMG 側。まあそれがですね。まあこう僕は過去2回多分この対抗戦に。3回じゃない？2回？2回だったですね。王子と。うん。ユーマさんはどっちだっけ？王子とか2回だった。うん。なんでまあちょっとやっぱ優柔不断だったじゃないですか。どっちつかずだと言われ、うん、結局決められずに、まあね、スリーウェイとかに組み込んでもらって、うん、ね、ちょっとテンションがまだ追いついたんですけど、もう決めました、お、疲れました、なんかこう、どっちからも冷たい目で見られるので、そんな、はい、そんな、仕事悪いんじゃん、仕事悪いんじゃん、いや、なんか、僕の意思だけど、やばい、めっちゃ、なんかめっちゃ悪い、全然男らしくないじゃん。うわ、ね、かっこいい、すごい、ほら、どうしよう。いや、もうだから決めました。おぉ、決めましたから、決めました。僕は今回は、こちらに着きます。出たら、やったー、どうだろうな。はい、スタッフプロレススクール側に。そして、今回はちょっと申し訳ないんですけども、全然申し訳なくないよ。全然いいよね。
やっぱユーマ24としての初めとしては YMZ だったので、まあ島見た頃もすごい試合ね出させてもらって、僕なりには主梶田をちょっと申し訳ないけど、ね、今回は、ね、今回の28日でしたっけ、はい、よし、際大会を持ってちょっと今回はってことは次回は分かんないけど、いや、まあ、いや今回を持って壊滅させていただこう、感謝を持って壊滅宣言、壊滅宣言、感謝の気持ちを持って壊滅宣言、何言ってんだよ、何言ってんだよ、一番不満そう一番不満、何が壊滅するの、なんかでも、あの私来るもの困ったりするんですけど、去るものおわずなので、来るもの困ったりするんですね、困ったりすることがあるんですか、米山さん、はい、あ、はい、あんま振り返ってないよ、さつも危ない、なんかね、でもほら、ゆうまさんがそっちに入った方がね、有利かもしれないしね、なんだって、これはな、やばいですね、ちょっと、ね、いやでも、まあ、あれですか、なんか立ち位置的には松田さんがなんか大将みたいな感じになってますけど、大将なんですか、ねね、大将なんですか、当たり前じゃないかよ、当たり前じゃない、俺がやるんだよ、大将は私がやるに決まってんだろ、そうだ、ゆうまさん、はい、ってことはじゃあもうゆうまさんそっち側ですね、はい、でもそんな気がしてんだよね、なんかそんな気がしてたんですよ、サーカスとか楽しかったから、あでもそうです、確かにいいです、結構チェックしちゃったもん、はい、妖精とかピンク色の、あ、ピンク色の、なんかこの間サーカスがあったのよ、サーカスしないサーカスが、なんか山口サーカスがあったの、そう、なんか本当に何すんだろうと思いました、それでピンク色のに来たんですか、いや僕じゃない妖精が現れた、妖精が現れたらしくて、あ、じゃあユーマさんはじゃあそちら側ということで、よーし、でさらになんか告知ありますか、せっかくなので、お京都来るまで、京都来るまで、今さ、なんか告知あります、いいですか、うん、お先ほど、うん、ツイッターでも発表したんですけど、はい、今年デビュー10周年ということで、おー、おめでとう、7月30日日曜日のお昼3時からですね、あの北沢タウンホールにて、うん、自主興行、おー、おー、とまだ詳細これから発表するんですけど、うん、はい、よろしくお願いいたします。あ、すごい。そうですね。すごい。そうだ。すごいよなんて、よく、すごい。すごいね。急に、急に尊敬され始めました。さっきまでブロクソに言われた。急に。大丈夫？できる？いや、ちょっと頑張ります。いや、不安の方が大きいですけど。こう見えてできる男ですよ。ああ。お、宇治山さん。知らないけど。で、まこちゃんと松田さん何かありますか？え、あります？私の試合の日程お願いします。あ、マネージャーとして、マネージャーですからね、えっ、ー、と、今週9日日曜日が、ダブルヘッダーで、おー、ディアナさん、川崎アミスタで、ディアナさんのアミスタと、夜は YMG さん興行、あ、やります、そうなんです、4月9日日曜日18時から川崎アミスタで YMG やります、はい、やります、なんとこの2人は2度目のシングルマッチ、そうだった、うん、あ、戦うんですね、さん、そうでした、戦うんです、絶対追い詰めてやる、お、追い詰めるだけで勝てない、追い詰めるまでだ、追い詰めるだけで勝てない、追い詰めるまで勝ちはしない、勝ちはしない、私のことなんか秒殺するって言ってたじゃん、うん、おすごい、でこの日のメインイベントが、松田さんの推しが2人入ったタッグマッチで、新玉がね、うん、関口翔対山下里奈中野隆人、なんで私が入ってないんですか、そこに推しの2人もいるんですよ、だからです、松田さん、あの煩悩にまみれちゃうじゃないですかね、そうだよ、すごいな、 あと米山香織対小林佳穂、あとコスプレマッチ春日もやか対ななみの4試合です、見てね、はい、来てね、そう、 YMG 日曜日開催あんまりないので、そうです、はい、珍しく日曜日なんで、はい、みんな見に来てください、よろしくお願いします、お願いします、京都来ないから、今のうちに京都の悪口とかぜひ、いや、そんな
ないですよ、京都には。悪口がないのはなんか秘密の話とか。悪口じゃないの、秘密の話、なん、うん、だろう、なんか誰か質問あれば答えてくれます。ああ、質問があれば。血でネギを洗えだって。ネギを洗え。血で、まあ、まだ来ないのかな。なんかありますね。何かありますかね。人がし。今回の対抗戦は全5試合で、まあ、あの8人と8人用意してもらって、発表してる選手と発表してない選手だからいると思うんですけど、はいはい、そうですね、あのもう枠を作ったので、あのシングルマッチとか、はいはいはい、そういうこの枠にちょっと相談して、誰を入れるみたいな感じで、はいはい、決めていきたいと思います。あの私まだあの、うん、なんか分かんないけど、京都っていう人、はい、あの人とあのドローだったんですよ、シングルマッチ。あそうです、まだ決着ついてないんで、米上さんお願いします。もう決着つけたいんで、ね、それはこ京都がどう出るか、こっちのね、こっちの出るかですか、米上さん。ちなみにじゃあ説明しておくと、まあ、試合で多分このままになるんだと思うんですけど、第1試合がシングルマッチ10分一本勝負、第2試合がシングルマッチ10分一本勝負、第3試合がシングルマッチ10分一本勝負、全部シングル、第4試合がシングルマッチ時間ルール後日判定、これは10分一本勝負かもしれないし、あれ、あ、来たきたぜ、きたぜ、やめろやめろ、誰あんた、誰だっけ、ちょっと座ってください、誰だ、疲れたでしょうから、ちょっと待って、はあ、疲れたでしょうから、あ、すいません、暑いからでしたっけ今日、今日立ち時間、めっちゃ配信が落としてる、落としてる、いやでもあのこんなこともあろうかと思って、おお、さすが京都、横の家に持ってきたんで、おお、
ごいね。26年目やってたんだ。すごい。はい。じゃあ、藤田実教頭復帰と26周年おめでとうございます。え、何？飲み干さないで、おばあちゃん。あれ、なんかちょっと飲み物が違うな。違うな。ガソリンがないな。それはそれとして、はい、今度4月28日新木場では、はい、YMG 対藤田プロレススクールのご機嫌の対抗戦ですよ。よーし、バチバチするぞ。やりますよ、本当に。今度こそね、決着つけるからな。うわー、強気だな。やっぱ毎回勝ってるような気するんですよ。そんなことないよ。ね、この間ドローだったでしょ、うん、この試合が年末だったんだ。頭大丈夫？いやいや、私の名前覚えられない人に言われたくない。あ、それで、はいはいはい、さっきユーマさんがいつも言ってたんですけど、今回から藤田プロレスラーで頑張りたいっていう、ね、大丈夫この人で生まれ変わってる。ちょっとあの落ち着かずだったんですけど、ね、はい、YMZ にも感謝を忘れないように下噛みちぎるんじゃないのか、下噛みちぎる解明させます。すごい目覚めてくれた。解明宣言です。解明宣言、私も感動したんで、ぜひ YMZ 側に。いやいや、いいよ。あれあれあれ、怖い。いいです。でもどうぞ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 、スクールさんにどうぞ。ユーマさんを育ててくれたんで、ここまで。いやいや、絶対勝たなきゃいけない。いやいや、腹をくくってきてるんです。絶対勝たなきゃいけない。それをいいです、いいです、本当にいいです。あげないよ、あげないよ、本当に。あぶねえ、あぶねえ。気持ちはわかるんだけど、いいです、本当に。うるさいな、一番うるさいね。ということで、さっき一応軽く説明したんですけど、どっちも発表済みの選手と発表してない選手いるんですけど、8人用意してもらって、うん、はい、8人もいるんですよ。この枠に入れていきたいと思います。はい、第1試合シングルマッチ10分1本勝負、うんうんうん、第2試合シングルマッチ10分1本勝負、うんうん、第3試合シングルマッチ10分1本勝負、うん、セミファイナルシングルマッチ時間ルール後日発表。だからあの15分1本勝負かもしれないし、61分3本勝負かもしれないし、でメインイベントコスプレ8人タッグマッチ時間ルール当日発表。かもしれないけども、それとも今からちょっと相談して決めていきたいと思います。で、ユーマさんがね、そろそろ帰んなきゃいけないんで、ね、え、そうなんですか、もう早い。10分、10分弱。何や、いやいや、生まれ変わったからもう早く帰らなきゃいけない。生まれ変わった、生まれ変わった、そうなんだ。生まれ変わった、そうなんだ。規則正しい生活をしなきゃいけない。あ、そういう。10時には寝る。なるほど。これは大変だわ。食べながら食べながらもう他人事中の他人事じゃあ、はい、じゃあ、はい、じゃあちょっと相談してちょっと第1試合から決めていきますか。相談しましょう、相談しましょう、ちょっと。じゃあまず第1試合のシングルマッチ、うわ、こっちどうしましょうね。このバチバチのね、対抗戦の開幕にふさわしい、うん、しい最初のね、はい、どうします。いや、ふさわしい隠し玉が一人いるんですよ。あ、もう決めてるんですね、京都。もう私決めてきたんだ。うわ、壮大やつじゃないですか、もう。ありがとうございます。いや、すごいですね。どうする、で、どうする。いや、ちょっと待ってください、今何て言ったか覚えてます。ちょっと今何て言ったか覚えてます。いや、ちょっともう、なんかめちゃすげえ混んでたから。決まりました、こっち決まりました。あ、こっちも決まってるんですよね。はい、あ、決まってます、はい、こっちも。じゃあこっちからいます。こっちを書いてから、いや、こちらから言いましょうか。ちょっと待って待って。あ、じゃあ書いてください。あの、こちらは、あ、見ない、こちらは見ないで発表します。なるほど、うん、あ、で、言えばいいんですか。言えばいいんですか。いや、書いてもいいんじゃないですか。 YMG は書いてもらって、はい、
僕らは言う。あ、じゃあ、私たちは言いますか。あ、まあ、これは先に言ってもいいか。教頭しか知らない。はい、じゃあ、YMG を書く、発表する。はい、書く。書きます。はい。はい。それで私たちは、イエーイ言うと。はい、X タイ、あ、言っちゃった。YMZ が X なんですか？うんうんうん。なんだなんだ。YMZ の誰か。誰か。ちょっとあのじゃあプロレススクール側はですね。あの。わかんないわかんない。やっぱりちょっとあの YMZ ってなんかやっぱちょっと華やかじゃないですか。ちょっとなんか色の違う人を出した方がいいなと思います、ね。あの大阪一強い先生は。え先生した。花園桃花さんを。大阪一強い。すげえ。なんで？いや本当にちょっと待って。本当に X。X は公式発表じゃない。ちょっと待って。でも X だよ。いやちょっと X の中身変える？毎回出てない。どうする？毎回 X っていう。大丈夫かな第一試合。じゃあ第1試合は X 対花園味うまいね大丈夫かな花園桃花花園桃花怒られそう怒られそうな気がする花園先生大阪一強い人おぉでも X は当日発表 X 当日発表だねいやいやいやちょっと中身変えろよ中身変えろよどうなんですかこういう色のこういう色のいや違うよ違う全然違う全然違う当日発表だから期待しといて期待できない期待できないものすごくいいカードっておぉほんとだYMG の X といえばやばい違いますよね、今回はね今回は気合い入れてるんだと今回はねやばいですね壊滅させるんだから、藤田スクール舐められてますねじゃあ、第2試合第2試合、いきましょうか第2試合、シングルシングルマッチ、ここもシングルマッチかはい、なるほどどうしましょうもう決めてるんですけど早いな、はい、全然僕らやってないじゃない電車の中でも電車の中でも電車の中で電車の中であの誰が出るんだったっけいやちょっと言うこと覚えてますよ頼みますよちょっとはい決まりましたいや決まりますよあよかったじゃあ決まりましたじゃあこっそり書けばいいですかはいこっちは泣いてこっちはそうですねじゃあ見てくださいねニコプロタミさんよっしゃ第2試合この選手にお願いします。誰だろう。誰にお願いしようかな。え、まだちょっと決まってますよ、ね。決まってます。決まってますよね。決まってます。さ、つぶやくんだな。はい、この選手です。お、お、はい。お、お。では、北プロレススクール側はですね。あの2代目の校長の秋先生。おこれすごいな。14歳の佐藤大地さん。14歳。しかもお母さんじゃん。それじゃね。親子の対戦だ。大丈夫？これ怒るなよ。ちょっと刺激が強いんじゃないかな。刺激。刺激が。大地くんがちょっと刺激。刺激がちょっと大丈夫かな、大地くん。これはやばい。これちょっと待って。すごい食べながらやってますね。お腹すいた。いやいや、もう食べてください。お薬の代わりになって。そうですね。個性が溢れちゃう。あ、すごいカードになりました。すごいカード。なんか濃い。濃いですね。濃いですね。1、2で。もうこれお腹いっぱいになるじゃないですか。で、じゃあ次、第3試合のシングルマッチ。どうしますか、今日と。シングルマッチ、私がマッチなんですか。私がマッチなんですか。歌って誰かね。なんでマークしてないですか。藤田プロレススクール。決まってます。え、決まってますか。本当にですか。大丈夫ですか、今。相当大丈夫。決まってます。あ、実際決まってます。電車で。あの、お土産買いながら悩みました。お土産買い。もう決まってるんですか、ここも。はい、決まりました。おぉ、おぉ、なんだ。じゃあ書きます。お願いします。わあ、すごいな。書けますか？書けるんだなぁ。書けるんですか？書けるんですか？すごい。すごい、私書けないです。
難しい人なんですね。違う。すごい私が難しいんですね。半分です。スコールカって誰だろう。ちょっといや、選抜しましたほら、今日の、はい、そっちは誰、はい、そっちは誰だ、はい、おお、ここ誰ですか、誰だ、ここでですね、第3試合で、はい、もう横からずっとうるさいですね、花見達也さん、ちょっと待ってください、おお、待ってください、そんな嬉しかったですか、ありがとうございます、ここで、そんな嬉しかった、どういうことは、どうなりました、どうなりました、アスカ対ハナミ、すっごっ、マジか、おあ、頑張ってね、いや、そう思って、ちょっとどうしてくれるんだ、いいカードだ、いいカード、いや、すごい、あ、なんかちょっといいカードじゃん、いや、ありがとうございます、そんなお土産ないよ、ちょっと待ってアスカの方が勝つけどね、なに、いや、信頼してるから、アスカ、いやでもこれはね、これは初シングル、うん、初ですね、初対決、これ全部初シングルかな、初ですね、まあ、すごい、すごい、すごいな、で次はセミファイナル、シングルマッチ、またシングルマッチ、これルールが発表、15分かもしれない、30分以上かもしれないし、大事、変則的な戦いができる、ちょっとこのメンバーによってなんか決まってないんでね、なるほど、じゃあどうしましょう、で、どうしましょう、京都だから、あと2試合、あと2試合だからコスプレマッチの8人タッグを合わせてコスプレマッチ、この5人を振り分けるって感じですね、はい、なるほど、何が起こるか分かんないですね、そこ大事です、はい、じゃあ相談しますか、相談しよう、相談するんですね、これは相談を、相談をしましょう、どうします、いや、本当に今日時間間違えちゃった、いや、違う違う、すぎんばらしする場じゃないですか、いや、俺ランドリー行ってたの、いや、だってな、よし、決まりましたよ、決まってたよ、どうしよう、どうしよう、おぉ、決まってたよ、こっち決まってる、決まってます、決まりましたよ、今、やってやるよじゃないでしょう、おばあちゃん、大丈夫ですか、他など大丈夫ですか、わかるよ、私から本当に、本当に大丈夫ですか、こっちは多分、多分、さあ、YMG さん、お願いします、じゃあ、ウレアさんお願いします、マジで何も相談しちゃう、ランドリー行ったの聞いただけそう、やっぱりやっぱりランドに行ったらさ、しっかり乾燥までして帰りたい、いや、乾燥は大事ですけど、それで遅れたんですか、なんかもう、なんか引いてんじゃん、もう引いてる、引いてる、どういうこと、どういうことですか、なんかそれも、ひよってんじゃん、ひよってねえよ、ひよってない、ひよってんじゃん、ひよってんだよ、ひよってる、ひよってる、ひよってる、カズマン、私のマシモンだ、マシモンって言ってるし、マシモンって言ってる、やばい、マシモンって言ってる、なんか聞こえたけど、マシモンって、なんでもない、ごめん、やばい、はい、そっちは、はい、なんかチラッと聞こえてきましたし、これ決めそうですか、なんで、でちょっと福祉さん、プロレススクールのですね、実質的な教頭のあの方にお願いします、安浦野さん、めっちゃいいじゃないですか、すごい、ちょっと待って、マシモ健吾対安浦野、マシモ健吾先生、浦野先生、ルールとかは普通じゃない可能性がある、あ、いや普通の可能性もあるけど、あるし、でもなんかほら5分1本勝負かもしれない、30分1本勝負かもしれない、あ、そうか、これはもう変わったしかない、これいいですね、これはね、いや、これいいですね、いい試合になりそうだね、うん、となると、残り物、必然的に残り物の4人が目に入るわけですね、はい、今さん書いてもらっていいですか、もう書いちゃっていいですか、 こちらが私と、そうですね、藤田さんと、ハリさん、ハリさん、ハリ先生で、山下さん、はい、と、24、いやー、え24です、24、見せてる、見せてる、24に見せてる、見せないで、これ勝てますね、名前ですかね、24、名前なの、名前なんですよ、です、嘘、なんで知らない、名前なんで知らないんだ、あれ何知らないんだ、もうつけてるだけで、嘘、何つけてるだけ、ユーマーの前で24なんでつけてる、はい、はい、おそろいましたよ、おそろいましたよ、いや、すごいですね、すごい、じゃあ
1試合目からちょっと、いやちょっと1試合目から、おさらいというか1試合目だけが失敗だったんだけど、あ、ペーパービュー買いましたね、小倉さん、よかったです、ありがとうございます、ありがとうございます。この大会も小倉さんのペーパービューやってもらうので、よろしくお願いします、お願いします。まず第1試合、はい、シングルマッチ10分1本勝負 X 対花園桃花。おはい、あ、チケット買いますってありがとうございます。おー、ちなみにこの日は後から巨大組織の女子の興行が入っちゃったので、うん、ちょっと結構興行戦争戦争大戦争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 巨大な、はい、来てもいい組織をしたらどこ、そうなんですよ、どこどこで、じゃあ第1試合いいことに勝そうとして、第1試合シングルマッチ10分一本勝負、佐藤大地対アキ。すごい、これすごいな、どうなんだろうね、14歳対17年、思春期がアキ先生で、うん、大丈夫ですか、母性とか、母性大爆発、母性とか大丈夫ですか、母性ないよ、これはもう試合どころじゃなくなるかもしれない、ちょっと抑えに行ってもいいけど、ね、第3試合シングルマッチ10分今勝負、はい、アスカ対花見、よっしゃーよっしゃー、これはすごいカード組んでもらったんでね、もう勝つしかないですよ、これはいい、ほんとお土産ちょうだい、そんなに声がうるさいだけだから待って、言うな、確信するな、確信を、確信って言わないでください、京都ダメです、言っちゃいけなかった、ごめんごめん、いい意味とかないですか、いい意味でうるさい、すいません、すいません、シングルマッチ時間とか後日発表、マシモケンゴ対ヤスラム、嬉しい。嬉しい。いや、あのね、嬉しさ余ってバランスちゃってるから。マシモ。あの、いや本当にこうどうしようかなと思ったんですけど、いやでもあのおばあさんのおかげで本当にいいカードにできた。ありがとう。逆にありがとうございます。ありがとうございます。コスプレ8人タッグマッチ時間ルール当日発表、米山香織、佐藤光、誠、松沢さん対藤田実、春日萌が、山下里奈、ユーマ24、おーよっ、これ何が起こるかちょっとわからなくなりそうですね、これ、そうですね、これはちょっとあのもう最後だと思いなさい、もう壊滅、あんたたち壊滅させるから、うわ、ありがとうございます、さっさと転校させましょうから、ね、転校、いや、いや結構いいカードですね、うん、あのこの対抗戦で一番大きい会場ですもんね、うん、今まで浅草とか亀有とかやってましたけど、ここに来てついに、ね、最終決着戦、最終決着戦なんですね、すごい、ビッグマッチですから、やってきたよ、死に物狂いやるからな、いや死に物狂い毎回でしょ、毎回だいたい毎回、私はいつも命かけてんだよ、この試合に、はい、もう怖い、決意が怖すぎる、本当に、うん、差し違えろ、差し違える、違えろよし、そういうつもりで、いや、28がやるからな、覚悟しとけ、もうやっちゃうぜ、やってるぞ、本当は押されてますけど、頑張って、京都、あ、これ DVD が欲しい、興行 DVD はあの応援したいっていう、応援のあれに2口入ってもらうと、あの DVD が発表されます、お願いします、ゆうまさん、そうそうそう、大変だ、生まれ変わったんで、生まれ変わったんで、ちょっと先に、はい、失礼したいと思います、じゃあ28日お楽しみください、どうもありがとうございました、いいの、いいの、ゆうま覚えとけ、何YMG の王を忘れるな、はい、なんか言えよ、今言おうと、ありがとうございました、お願いします、ありがとう、ありがとうございました、終われば終
もう来るな。ちゃ来て、絶対来てよ。絶対来て。絶対来てください。隣に座って花見さんも失礼しちゃうの。違う違う違う、その失礼しますよ。なあ、本当に言うなんとやしとけ。これやばいな。いやいやいや、本当にやばいな。いやいやいや、やばいですね。大丈夫ですかね。あのゆうまさんは浅川さんの何ともやってるんで。浅川さんはい、もうあの大丈夫あれで。そうだね、大丈夫です、多分。大丈夫ですよね、もちろん大丈夫なはずです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おしゃーって言ってかかったな。はい、決まりましたね。決まりました、ね、決まりました、はい、で今日この後8時からは YMG の3月16日新木場大会中継、そっちはね、あの会員になってぜひ見ていただきたいんですけど、うん、この番組まだあと10分15分できるので、はいはいはい、なんか告知したいことをしてもらってもいいし、あの質問を受け付けてもらってもいいし、うん、あの遅れてきた分を取り戻してください。今日そうですね、あのいやでも誰に注目しますか。そうそうそう、うちの実はプロレス来る、やっぱりあの誰が要ですかね。誰とかどのカードとか。いや、あでもですね、やっぱりこの初参加というか。そうですね、あのこの花園、はい、僕も初めて会いました。前に一回出たんですよ。あ、ま、私あそう、ま、シングルやったんですよ。あ、それ言ったわ。でも負けたんだよ。そう、私もね、花園桃花とはよそでよく、あ、よく当たってるんですけど、よそでやってますよ。一回も勝てないんですよ。悔しい。なんでか分かんないです。なんで？まあまあの実力者なのに。そうなんですよ。自分で自分ですごい。私は米山さん勝てないなんておかしい。だから松田さんが勝てなくてもしょうがないから。そうか。いや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 。X でよかった。X からきっと何とかしてくれます。X は、いや大阪で一番強い先生なのに X かなんか違うところに来たらよかったかな。いや X は中身じゃ変えようか。そうですね。どういう変えましょう。いいなそれ。顔割りしたってこと。顔割りしたってこと。中身が違って。中身が違って。はい。変える絶対。変える絶対。いや2試合目も。いいカードですね。これはちょっと本当にどっち先生がしね、母性本能が目覚めないか心配です、ね。そうですね。可愛い可愛い可愛いってなっちゃうもん。なる？まあ、秋先生のお子さんっておいくつぐらいなんですかね。まだちっちゃいですね。5歳ぐらいですか。5歳、そうですね。はい、ぐらいだと思います。大丈夫です。4歳と5歳ですね。うちの孫と一緒。これまたあれですよ、ジュニアルールみたいな。本当にジュニアルールみたいな。4、5歳の孫がいるってすごいですね。だから、あ、大地さんの試合はヒートアップジュニアルールが作るんですよ。よかった、ハルミさんじゃなくてよかった。いやいやいや、僕もしてないんですよ。すぐ首から上するようとしてないんですよ。違う違う、そういう人なんだ。いや違いますよ、違います。こう見えてね、本当に容赦ないんで、容赦ない。いや、違う、やめてください、そんな。あの、笑顔の目が笑ってないっていう噂もあります。いや、そんなこと、一番笑ってない。ちょっと、味方ですよね。ちょっと、味方ですよね。そうなったんじゃない。味方なのに何言ってんの、この人。味方やってくれますから、この大事な人。いや、本当にいいカード組んでもらったんで。もう、アスカは私たちの仲間なんで、絶対やってくれます。いやいやいや。もうどっちがね、ちょっと仲間だからという理由だけなんですけど、びっくりしました。共感してくれんだよ私。注目すぎて、やっぱアスカとハナミンということで、どちらが最強の花のある選手かというね。おー、本当だ。そうなんですよ、アスカ、ハナミン、タツヤ。ちょっとチャンネル変えられちゃった。待ってください、なんでですよ、なんでですか。なんでこと言ったの。本当だ。ああ、本当だ。すごい。すごい。肌はなんでこんなに？あ、肌三つありますよ、こっちの方が。ああ。本当だ。やった。あんたの肌一つでね、その三つ分はね。三、うん、つ分。なんだって。なんだって。謎の先生なんか二つついてますからね、一人で。あ、本当だ。はい。うわ。これはいい戦いですね。いつ花園さん
そのスクールに入ったの？なんかね、T シャツ着てるのは見たの。そうなんですか？もう T シャツ着てたら大体もうスクール。ちょっとシャツ着てませんでしたっけ？あれ？あれ？あれ？そういえば。あれ？え、松沢さんもしかして？スクール側でもいいです。え？え？スパイ？あ、もしあれだったら、あの、花ワン決定戦勝つのはどっち？おー！お願いします、皆さん。ご覧人の声が聞こえますよ。101じゃない ?101。私の100見たつかあすか、いやすごい、ほらあすかだ。あでも意外と入ってる、意外と入ってる、ちょっと自分とこのチームちょっと顔とはなんで意外とって、何言ってんの、いい意味で意外と入ってる、いい意味とかないです、負け戦じゃないですよこれ、大丈夫です、勝ちますから、勝ちますから、いや本当にいい試合になりそう、ああありがとうございます、本当にいい試合になりそう、よろしくお願いします、ぜひぜひ、はい、どっちが花か、どっちが花かですかね、これは、そうですね、はい、あそしてですよ、そしてセミファイナル、足尾健吾対安浦野ですよ、絶対勝ちに決まってんじゃん、いや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 、このシングルってどれぐらいぶりなんですか、どれぐらいぶりですか、浦野さん先輩ですからね、そうですよ、浦野さん、足尾さん先輩ですか、しかもその一期上の本当直の、でもあんまないんじゃないですか、ね、直なんだ、直です、じゃあ本当にぐらいはやってないんですかね、どうなんですかね、特にやってない、まあ、そタックとかで YMG さんでやってなかったら多分やってないです、そしてなんで、ね、でもいろんなこと知ってるから、うん、すごい知り尽くした中でやるっていうのはすごい見たい感じ、ヘラヘラするだろ見たいカード私も頑張って結局そこもう全然安さん、今やるじゃないんだよ、安浦野さん。そうですよ、これですから、もう安浦野先生は、この今やる精神で、ね、全然あの頭に入ってない、もう足も健吾なんて、後でやる精神なんです。大丈夫ですか、浦野さん、今やれって言ってない、言ってないですか。今やれって言ってないですか。今やれが来ないね。今やれが、はい。一期生なんだ。そうです、一期生と二期生なんです。浦野さんが一期生ですね。そうなの。多分恐怖があると思います。足も蹴られたね。本当かな。わかんないですけど僕も。浦野先生しかやれないことですね。これは足もさんとは。ああ、そうなんだね。はい。ということでメイン。はい、メインはコスプレ。コスプレか。京都のコスプレなんてやったことないですか。ねえ、大丈夫コスプレ。想像しただけでも気持ち悪くて。いや、まあ。あの。言われてますこの前のコスプレ、本当ひどかったですけどね。え、何私の見たの姫でスピーチ姫なの、あれ。あ、そうだったんですか。かわいい、スピーチ姫だったよ。いや、あの、なんかこう、あの写真撮影タイムとかあったんで、なんかこっちが向いたときに、いや、もうこっち向かないでくれって。そんなだけじゃないよ。みんなもう、素敵。みんな聞こえて、いやちょっと待ってください、これまたコスプレマッチに松尾さんが出るってことですか。そうですね、います、ちょっとまずいことになってます、本当にすいません、京都あのメインのメンバーで誰に注意しますか、誰に注意しますか、注意、あ、こちら、そうですね、あれでしょうね、熟しすぎたピーチ姫、果汁ピーチ姫クッパも倒せるあのピーチ姫どうでした、ピーチ姫何これ、何やってんの、爆死、ね、爆死って何、ないよね、あれは爆破させようとしてるねえすごい100ぐらい、よねえさん、いや本当に私爆れないですもんね、いやでもそれだけのあのね、悪いけどピーチ姫なんか出ないからね、ちゃんとかわいい統一してください、逆に松蔵さんはこっちチーム誰が標的というか狙っていきますか、これはあのミノル、ミノルじゃねえかよ、まだ決着つけてないんだから、で私のコスプレで魅了してやるから、いやいやいや、いや私のコスプレでキャーミノルっていうことになりますから、おーキャーミノル、なんでゲロ入れないで、そう負けないで、キャ
こっちこそみんなを魅了してやるから私の方が。なんなのこれ。悪いけどユーマには負けないからね。いやいやいや。生まれ変わってますから。コスプレはユーマにだけは負けないから。いやいや。ちょっと待って。ユーマさんもコスプレするんだ。大丈夫かな。そうです。できるのか。ハリスさん慣れてますもんね。あ、そうです。山下さんも慣れてます。ヤマピーのコスプレはすごいいいんですよ。そうですね。ハルミーとね。ハルシさんがね、バッチリ決めてきそうなんで。ユーマさんですよ。あとこっちには誠と米山さんがバッチリ決めてくる。大体もうコスプレも得意。コスプレなんてしょっちゅうやってるんで、得意なんで。いやいや、一人だけは言わないで、コスプレ得意とか。なんで？だってみんな爆死しちゃうんだ。お客さんみんな爆死。そっか。みんな何考えてんの、爆死に。みんななんで？ひどいな。見るし。見るめない。本当になっちゃうじゃないかよ。本当にもうやめてほしい。もう みんなで頑張りますよね。頑張ろう。こっちには変態がいるから。そう、いやそうだね。変態じゃないですか。変態がいるから大丈夫みたいなコメントなんですか。コメント、え、変態がいるから大丈夫。我々の中に信頼して大丈夫。信頼して大丈夫。ちょっと、誠にはちょっと、触らせないようにしてこい。いやいや、こっちじゃないんだけど。変態にこう、ね、すぐちょっと触りに来るんで、はい。これは、あの、そうですね、いい情報を聞けましたね。あんまりこう、一枚岩にはなってなさそうな感じ。ヒカルさんはそうですね、多分味方も乱してくれると思う、うん、そうですね、そこを利用できる、まあ、これチャンスですね。はい、チャンスだと思います、はい、ここの結束半端ないですね。セッタープロレスそう先生そうなのか。いや、なんで京都だけは言っちゃダメですよ。そうなのか。いやいや、もう、はい、こっちはもうバッチリ、バッチリですか。はい、はい、ね、結束を見せたいと思います。そうですね。我々プロレスこっちこそいつもコスプレ慣れてますし、結束いつもこの4人は必ず組んでますから、うん、あんたたち。いや、さっき触らせないとか言ってた。そんなこと言ってないよ。言って覚えてないよ、そんなの。覚えてないのか。覚えてないよ。じゃあ仕方ないよ。じゃあ仕方ない。もうこっちは結束がすごい、うん、YMG 4人、いつもの4人ですよね。そう、いつもの4人って、はい、いつもの4人。じゃあメンバーと決まって、はい、あとなんかこのセミのシングルのなんか時間とか決めたりして。そうですね、コスプレは何を着るか当日見たときに、うん、お楽しみ、ね、楽しみですね。はい、よし、コスプレ着る。せっかくの新木場でこんな広い会場で、もう魅了するやつを、みんなが魅了するやつを、うんうん、来ますよ、私は。いや、私だって来ますよ。魅了するやつを。魅了するやつ。魅了するやつ。リアリティ、想像しちゃった今。リアリティや。はい、ということで、4月28日、新木場 YMG 対藤田プロレススクールの極限な対抗戦4の、はい、でカードが決まりました。すごいカードだ。あと24日あるのかな。まだ意外とあるよ。意外とあるんですね。意外とあるんですけど、日もあるし、チケットもまだいっぱいある。そうなんです。皆さん、ぜひぜひ。なので見に来てください。見に来てみましょう。ぜひよろしくお願いします。どっち側がどっち側の応援とか、そういうのあるんですか。これ本当は東西で分けようと思ったんですけど、やめてきます。やめました。あ、オッケーです。はい。だからどこでも、でも、あの、藤田プロレスクールが青コーナー、YM字側が赤コーナーっていうのは決まってるので、もしなんかちょっと青寄りの場所がいいとか赤寄りの場所がいいっていうのがあったら、その米山堂のチケットをオーダーするときに、ぜひ。お願いします。お願いします。はい。お願いします。またなんか追加情報あったらお知らせしますので、はい。ぜひチェックしてください。お願いします。はい、お願いします。じゃ最後に何かありますか。ありますか。
ぞ。ありますか？大丈夫ですか？あなたもう一回あれ。もう一回宣伝します。もう一回。はい、プロレス千葉祭りというですね、ZWで、ゴールデンウィークに、どこ千葉ってどこ？千葉の千葉のスケアという。呼ばれてないんだけど私。呼んでくれないのこれ。これちょっとそう。もう枠ないですね。枠ない。枠ないですね。これ4月29日から、2日空いて5月の後3日から7日まで、7連戦長い、はい、長い行いますので30日に、京都を出てもらいますので。そうなんです、はい、出るの？出るんですよ。呼ばれてない、呼ばれてない、呼ばれてないし、私呼ばれてるんですよ。スプロレスクールなんで。悔しい。で3日にはですね、花見、はい、すいません3日にはですね、下村大地選手。ああ、そこに呼んで欲望で、ベストエックスマンドーチャラドーチャラマンドーチャラマンで、4日には、5日かな、5日に上野さんだったりと、はい、YMG に結構馴染みある選手も、いっぱい出ますので、ぜひこちらチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。よーし、よし、うさん、なんだ、よーし、よし、うちもサーカスやりますか。マスター大サーカス、大サーカス、大サーカスやろうじゃないか。で、この対抗戦で勝ったら、マスター大サーカス旗揚げしましょう。やばい、対抗してやるぞ。やばいじゃないですか。もう壊滅させられるかもしれない。せっかくできたのに。まだプレ旗揚げしかしてない。プレなんですじゃあ。あれプレだったの。そうです。まだプレか。こっちの方が勝てばね、バッチリ旗揚げしますよ。社長、社長大丈夫か。いや、すげえ面白そう。めちゃくちゃ面白そう。ということで、ご視聴ありが